everyone, this is Sora. Sora Senpai Club starts now! ということで、今日も Sora Senpai Club 始まりました。この番組は、俺、愛のソラが日本の様々なエンターテイナーを先輩としてお呼びして、で彼らからいろんなことを聞き出して学びつつ、俺も成長しようと企んでいる番組なんだけれども、まあ実はそれだけじゃなくて、 The sky is the limit っていうモットーのもと、まあ人生に限度はないっていう意味なんだけれども、まあ、世界中のみんなを元気にできればいいなと思っております。いろんなことを聞いてね。で、今日はこの人に出てほしいみたいなことも言ってくれたこの方、Ladies and gentlemen, here comes the ninth guest of the show, 小野ゆうきさんでーす。こんにちは。はじめまして。Nice to meet you. Nice to meet you. どうも、Hello everyone. Nice to meet you. My name is Yuki Ono. よろしくね。よろしくお願いします。まさか実現すると思わなかった。いや、こちらこそだよ、本当に。本当にありがとうね。俺、いろんな、ね、ゲストさんを呼んでるんだけれども、うん、あのね、小野さんが VTuber に興味があるというのを、うん、とあるメンバーが、ツイートを見つけて、うんうんうん、まあ、そこからちょっと、あれ、もしかしたらお声掛けしたら出てくれるかななんていうところでだから、その VTuber さん最近すごく拝見させていただいててっていうツイートをした直後ぐらいに、うん、まあ、僕のマネージャーの R 君のメールアドレスの元に届いたらしくて、そう、多分直、そう、あ、もう直で、そら君から直だよね。今しかないと思って今よっていう、だってほら、ね、ね、こういうのは待ってちゃいけないから、うん、まあね、確かにタイミングとかもあるし、もう一番に連絡してやろうと思って、だからスタッフさんからの連絡なのかなって話したら、どうやら本人らしいっすって話になって、え、どういうことってね。もう今送るしかないと思って、夜中、うん、もう速攻で、小野ゆきさんのウェブサイトにアクセスして、うん、あ、アクセスできる、コンタクトできると思って、もうメール書こうって言って、この場に実現したわけですよ。公式ホームページから来てくれたんだよね。この番組、熱意だけは持って本当にやってるので。いやいや、すごいよ、ありがとうございます。そして、実はね、今日ちょっと特別なものも用意させてもらっていて、うん、その左手に今、うん、初めてちょっとウェルカムボードというものを用意しました。俺、ね、に連絡をくれたメンバーが、うん、そこに今、いまして、何か用意しよう、これはっていうことで。もう急遽これも心を込めて書いていただきましてですね、うん、書いてくださいありがとうございます。メンバーにですね、すめちゃめちゃね、可愛らしいタッチでということで、まあ早速番組の方を始めていきたいんだけれども、うん、海外に向けている番組ということで、うん、ちょっとフランクにお話できればなっていうのがあって、うんうん、よかったらこうあだ名とかに呼び合いたいなと思って。どうだろう。あ、もちろんもちろん。本当、ちなみにそら君的にはなんかこんな風に呼びたいみたいな。まあ、よくね、小野ゆさん、小野ゆさんって言われてるけど、うん、ユッキー、ユッキーでもいいよ。ユッキーで、ユッキーでいきたいと思う。ユッキーでいい、ユッキーでいきたいと思う。そしたら、じゃあ俺のことは、まあ、空でも、うん、ピンクのやつでも、何でも好きに。じゃあ、ソラランとかね。ソララン、あ、かわいい。まあ、途中からどうせ言わなくなるでしょうけど。そう、言わなくなるけど。便宜上ね、一応ソララン。とりあえずね、ソラランかもしれないということで、ね、進んでいきましょうか。あ、いいよいいよ。いや、第1部、まずは、こんなコーナーを用意しております。題して、先輩 Thank you。 はい、じゃあ行っちゃおうと思います。まず1問目、小さい頃の夢はサッカー選手。なるほど。2問目、なんで今の仕事に就いたの、きっかけは。谷山紀章さん、かっこいいよね。ね。3問目、初めてのお給料は何に使った。ゴルフの打ちっぱなし。リアルな答えが出てきました。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時。続けようか。そう、この、まあ、声優を声優と志した瞬間から。かっこいいことを聞いてしまった。続いて5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は。やっぱ谷山紀章さんとステージの上で一緒に歌わせていただけた時。これはもう本人しかわからないやつだ。6問目、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか。ない。出た、言い切りましたな。よし、7問目、生まれ変われるなら何になりたい。もう一回俺。
俺もユッキーになりたい。おっと、うん、8問目、ズバリこの仕事に一番必要なことは何？この世界を好きでいること。すごいでかいのが来た。今までで一番でかい答えかもしれない。よし、そんなでかい答えを言った、ユッキーの9問目には、一番挑戦したいことは何？いやでも今中でも英会話。英会話、うん、教えてあげますよ。ねえ。ちょっとぜひぜひ。そしてじゃあ10問目、最後は10年後の自分に一言どうぞ。10年後の自分、そう、元気。だいたいみんなここ軽いんだよね。よし、ありがとうございます。ということで早速深掘りをしたいんだけど、もうまず小さい頃の夢はサッカー選手ということで、これ今のお仕事はとは全然違うけれども、昔からサッカーが好きだったの？そう、大好きで、小学校3年の時に G リーグが発足して、でその最初の試合をテレビで見てたんだね。外国人選手が強烈なミドルシュートをガションって決めた瞬間、うわ、サッカーって面白いと思って、もうその試合終わった直後ぐらいに、家にあったあの、まあ、ビニールのボールみたいなやつ持って公園行って蹴ってたね。もうサッカー始めてたね、その日。あ、そうなんだ。そしたらじゃあ小学校の時とか、なんかクラブとかなんかそういうものに入ったりとか、当時住んでた、まあ、札幌に住んでたんだけど、その札幌 FC っていうところの、あのフットボールクラブの試験受けたりしてた。中学の時にはあのチームが強くて全国大会でも行けたりとかして、でも高校の時にあの足に治んない怪我をしちゃって、ちょっとスポーツはもうできませんと、プロレベルであってもなってしまって、で、あ、どうすればここから先の人生、僕サッカーしか、ね、やりがいなかったらどうしたらいいんだっていう時に、まあ、繋がっちゃうけど、出会ったのが谷山貴章さんっていう。そうなんだ。それは谷山貴章さんにはどういうきっかけで知り合ったというか出会ったの？あの友達の勧めで、あのたまたま見始めたアニメがあって、あのそのアニメが初めてこうシリーズを通して、あの見たアニメだったんだけど、谷山さんが主演なさっていて、でそのアニメのイベントにこう普通にまあファンとしてお邪魔したりしてて、でそのある時あの一瞬たまたま谷山さんと話せる時があって、その時に何だろう、こうファンだからってこう過剰に持ち上げるでもなく、なんだこいつってなるでもなく、普通のトーンで話してくださったことがすごい嬉しくて、それって人としての器だなって思って、あ、こういう素敵な器を持ってらっしゃる方と同じ職場で働きたいって思って、同じ職場イコール声優だと、それで声優になろうと。そうなんだ。そしたらじゃあ、その作品に出会うまで、特にじゃあアニメが好きだったとかそういうわけでもなくて、そう、ずっとサッカー、まあ、一筋というか、っていうか、でもここで一つ思ってしまった。どうしたん？ということはこれってもしかして黒子のバスケって、ユッキーにとってはすごい夢のようなお仕事だったんでは？本当になかなか、だって加賀大河と日村くんで、そう、ね、でしかも、グランロデオが主題歌を、そうなの、現時代のマジカルスター、そこ選ぶんだ、そうなのよ。いや、そうなの、全部あの、クロバスのグランロデオの曲好きで、俺カラオケでもよく歌うんだけど、そしてお仕事してきた中で、まあ、一番感動した瞬間が、これまた谷山さんとステージ上で歌わせてもらったということで、これはどの時？まさに黒子のバスケのライブイベントの時に、その氷室とのキャラクターね、との兄弟ソングみたいなやつがあって、それをステージ上で一緒に歌うだった時があって、そう、ね、一瞬緊張した。いや、もう覚えてないレベルだな。あ、本当。あの、その緊張度合いさえは。ただもうステージ上で一緒に歌って曲中で、谷山さんがこっち近づいてきてくれて、一緒にハイタッチみたいなね、してくれた時が、すごい、なんか舞い上がっちゃってたと思う。でも、あれだね、あの、こんな言い方するのはあれだけど、よく歌えたね、最後までね。そうだね。いや、歌えたのかな、もう記憶ないよ。ぶっ飛んじゃってるぐらい。いや、でも待ってさ、憧れの人と一緒に歌うとか、なかなかできない話じゃない。本当に。本当よ。普段はどういうもの聞いたりしてるの？グランロデオ。グランロデオ、そうだよね、そうだよね。グランロデオとか結構じゃあカラオケとか行って歌ったりするの？いやいや、それがね、キーが高くて。そう、いや、あの、そう、あの谷山貴章さんの曲、まあ、グランロデオの曲は、普通の男の人は難しいよね、あれね。そう、だからボイトレで7キー下げで練習してるもんね。あ、そうなの？キー下げはもうね、
カラオケでは一番下だね。そうだね、上下7個ぐらいしかないんじゃないかな、キーの変更ね。できない。すごいなんかユッキーの声で歌ってる、うん、グランドデオの曲とかすっごい聴いてみた。いやいや、それ多いわ。で、まあお仕事ね、ずっと、もう何年ぐらい続けてるんだ今。15年目入るかなっていうタイミング。アニバーサリーじゃん、ね、もう。確かに不思議かも。すごい、こんな超いいタイミングで俺呼んじゃった気がする、ユッキーを、ね、やるぞって決めて15年続けてきて、やめようと思ったことはない、一回もない。本当に、全くない。そうなんだ。もちろん一番最初になるって決めた時にバラッタな、ね、うん、夢に出会えた。で、竹町さんって憧れも抱けて、なかなかまず憧れを抱けることもない、難しいじゃないですか、うん、その出会い自体が素敵なことだし、うん、そこからもう決めた、この世界で一生生きる、うん、って思えることも幸せだけれども、実際そう思っていても、うん、やむを得ない事情とかでね、どうしても道半ばで、うん、っていう方も、正直同期でやっぱり何人も見てきてるし、うんうんうん、中には本当に言葉の上でも思いの上でも託したよっていう形で言ってくれる仲間もいたりした。なんかそういう自分の思い一つで続けられたっていうことが何より本当に大きな財産だったんだっていうのはまずある、うん、思いがこの小野勇気という人物にはかかっているんだね、うん、まさに黒子の鏡がね、仲間の思いを背負って飛ぶ男だったりするから、そうだね、そこを演じるときはすごくそういう思いもよりながら繋がってるんだね、うん、そこで、うん、そして、今挑戦したいこと、ごめん、うん、何だったっけ、英会話。そう、英会話、うん、よき英語喋れる。全然、うん、し、うん、覚えたい英語、結構覚えたい、マジで。これは俺教えられるよ、とっと。ちょっと、じゃあなんかかっこいいフレーズ今ちょっと一つ。I love you じゃない。ごめん、出てこない。あ、1個だけ俺が言える英語が、長めの英語やって、 How far is it from here to your school っていう。なるほどね、うん、ここからあなたの学校までどのぐらいの距離ですかと、うん、そう、この長さのやつはギリギリ覚えてた。教えてほしかったら教えてあげる。教えて。今のところ第1回、うん、2回、3回目ぐらいまでは無料でレッスンをやりますので、うん、あ、本当に。そこまではじゃあ、はい、体験という形で、はい、それ以降はちょっとご相談させてください。あ、はい、はい、まずはね。ありがとう。そして最後、はい、10年後の自分には元気かと、うん、まあ本当それにつきますわな。本当、うん、だから尾形さんもおっしゃってたけど、うん、ね、本当にいつ死ぬかわからないみたいな極論を考えると、まず生きてる元気みたいなね。なるほど。やっぱあれだね、結構こうすごい方々ってそんな重いことも言わずに、もうなんかやってるか元気かみたいな、そんな感じかもしれない。尾形さんのも見てくれたんだね。あ、もう久しぶり、皆さんのちょっとね、面白いと思って拝見はしてるんですけれども。番組どうですか、面白い。いや、でもさすがにソララン、尾形さんの時だいぶやっぱり、うん、本当よ、ね、だから自らも言ってらっしゃったけど、熱ごめんねみたいな。本当、あのね、尾形さんの時は入り口から入られてきた時に、オーラがすごくて、俺、はぁって言っちゃったの。俺がやっぱ AT フィールド感じちゃってたところがあってさ、そうなの。そのね、この番組の合間合間とかにこう割って入ってくれて、この人でガーッつってなんか他のお話してくれたりとか、尾形さんの海外のエピソードをお話してくれたりとかして、本当に、まあでも、うん、あの番組は緊張しておりました。まあそれはもう無理もない。ということで、うん、第1部はこんな感じで終わりたいと思います。い、そして海外といえば、俺とさ同じサイバードメイトというところで、サイバードからさ、イケメンシリーズっていうのがね、うん、海外にたくさん展開もしてるの、うん、ユッキーすごいのよ、人気が。そしてそれのなんと最新作、うん、イケメン王子、うん、美女と野獣の最後の恋には、うん、ユッキーも出てるということで、シュバリエ・ミシェール役でね。これではだからさ、いろんな役をユッキーはやってるけど、ユッキーこれどうでした、これなんかこう収録した時とか、この作品についてなんかある、うん、まあ、何よりね、そのシュバリエがめっちゃかっこよくて、うん、そのもうイラストというか、そのデザインの段階で、でもまあ本当、でもスタジオでも僕でいいんですかみたいなこと言ったような記憶があるぐらい、うん、んですか、うん、かっこいいですけどね。シュバリを演じてもらいたいからということでやってもらったんだよ、ね、本当嬉しいですよ。なのでぜひね、ちょっとプレイしていただいて、はい、うん、まあ、感想とかもね結構いただいていたりするので、ぜひぜひ気になっている方ね、プレイしていただけるとありがたいでございます。よろしくお願いします、うん、ということで、この辺で第1部を終わりたいので、はい、まずね、じゃあ、まだ来週もあるから、俺と一緒に See you next time って言ってもらえるかな、hey. よし、じゃあ俺がせーのって言ったら言いましょう、hey. よ、せーの、 See you next time、 バイバイ。小野勇気先輩でした。そらありがとう、ありがとう。
チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくねー。